日高でございます。はじめに新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様に心よりお見舞い申し上げるとともに、不幸にしてお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみを申し上げます。また令和2年7月豪雨により犠牲となられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災された方々にも心よりお見舞い申し上げます。それでは2020年上半期の決算概要の説明を始めさせていただきます。最初に主要商品別の上期の当社出荷台数の実績を説明します。この表は対前年の比率で表しております。出荷台数は4月から5月を底として回復に転じておりますが、地域により回復スピードに差が出ております。欧州、米国、日本の二輪、ATV、ROV、船外機といった先進国向けの趣味商材は、ロックダウン解除後のリベンジ消費により、6月までに前年比でプラスに急回復いたしました。また、中国経済の回復により、中国の二輪車、マウンター、またコロナ影響が少なかったベトナムの二輪車も、対前年プラスに転じております。一方、ベトナムを除く ASEAN、インドなど新興国二輪車の需要も回復基調にはありますけれども、スピードは緩やかで、特に市場規模の大きいインドでは当社出荷台数は6月時点でも前年の半分程度、インドネシアでも2割以下にとどまりました。また一番右に示したのは6月末時点の各市場における在庫台数の対前年比でございます。ロックダウンにより需要蒸発と工場稼働停止が同時に起きたのが4月から5月、その後の各国ロックダウン解除により需要が回復する中で、感染防止対策を取りながらの工場再稼働、グローバルなサプライチェーンの正常化を進めておりますが、国や商品により急激な需要回復に供給が追いつかず、在庫が急減しているところがあるというのが足元の状況でございます。次に経営数値全体についてご説明いたします。先ほどの出荷実績の結果、2020年上期に関しましては、売上高は前年比 80% の6855億円、営業利益は前年比 28% の191億円、営業利益率は前年比マイナス 5.3 ポイントの 2.8%、 経常利益は前年比 29% の207億円、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年520億円に対しマイナス28億円となりました。新型コロナウイルス感染症の影響により、ロボティクス事業、金融サービス事業を除き減収となりました。4月遅くに回復傾向にはあるものの、第2四半期3ヶ月では赤字となり、全事業で減益となりましたが、営業利益は黒字で着手することができました。また、当期純利益におきましては、繰延税金資産の取り崩し102億円があり赤字となりました。なお前提となる為替レートは表に記載のとおりでした。次に営業利益の増減要因について次のスライドでご説明いたします。各事業ごとの増減および成長戦略費用、為替費用、為替影響に分けてご説明いたします。2019年上期の営業利益690億円から、ランドモビリティ事業については全体でマイナス250億円、その内訳は先進国二輪車は販売減や欧州本社工場シャットダウンの影響により前年比マイナス14億円、新興国二輪車も同様に販売減や工場シャットダウンの影響によりマイナス217億円、RV はマイナス12億円、SPV 電動アシスト自転車はマイナス
7億円でした。マリン事業は第一四半期の船外機の生産調整に加え、第二四半期に新型コロナウイルス感染症の影響を受け、マイナス115億円。ロボティクス事業はサーフェスマウンターのモデルミックス悪化、並びにヤマハモーターロボティクスホールディング連結影響マイナス22億円を合わせ、マイナス43億円。金融サービス事業は貸し倒れ引き当て金の増加によりマイナス33億円、その他はマイナス7億円。これ以外に成長戦略費用の増加によりマイナス22億円、為替影響のマイナス30億円があり、2020年上期の営業利益は191億円で着地いたしました。新型コロナ感染症は世界中の人々の生活様式や価値観に大きな変化をもたらし、当社ビジネスの市場環境も複雑に影響を及ぼしています。例えば先進国ではアフターコロナにおける身近なアウトドアツールとして北米を中心にロックダウン解除後、旅行の代わりに近場や自然の中で楽しもうとする動きが出ており、オフロードバイクや ATV、ROV、マリン商品の総需要、当社小売台数ともに5月後半から急激に回復いたしました。そのうち新規購入者の割合が2割から3割いると推定され、新規のお客様に生涯顧客となっていただけるような取り組みを進めております。また世界中で3密回避のため公共交通機関を避ける動きや、欧州各国で自転車専用道路が整備される動きもございます。欧州ではロックダウン後、移動手段としての 125cc クラスの二輪車の需要増加が顕著になっています。このようにウィズコロナの事業環境は当社にとってプラスに働く面もありましたが、北米での需要の急上昇は政府の手厚い保障と夏休み前というタイミングの一時的な上昇ではないかと見ております。また世界中で公共交通機関を避ける動きがある一方、新興国では引き続き外出規制や失業率の増加、小売ファイナンスの縮小などの影響の方が強く、回復のスピードは非常に緩やかです。ウィズコロナの市場動向を見通すことは非常に困難ですが、来年にかけてコロナウイルス影響を見極め、短期的には社員・ステークホルダーの安全を第一に、市場回復に向けて供給体制を整備すると同時に、中長期の取り組みを着実に進めてまいります。はい、続きまして事業別の説明をいたします。9ページをご覧ください。事業別の売上高、営業利益についてご説明いたします。ランドモビリティ事業につきましては、売上高は全事業で減少し4290億円、営業利益はマイナス67億円と減収減益となりました。マリン事業については、売上高は減少し1670億円、営業利益は254億円、減収減益となりました。ロボティクス事業につきましては、ヤマハモーターロボティクスホールディングス YMRH の連結効果がありまして、売上高は増加し374億円、営業利益は YMRH の営業損失22億円がございまして、プラス6億円と増収減益となりました。金融サービス事業につきましては、売上高が増加し226億円、営業利益は3億円と増収減益でございます。その他につきましては、売上高が減少し294億円、営業利益はマイナス5億円となりました。次のページ以降で主なセグメント別の状況をもう少し詳しくご説明いたします。10ページをご覧ください。先進国の二輪車事業でございます。左側のグラフは地域ごとの売上高と
営業利益率を示しております。売上高は2019年の1242億円から2020年1153億円と減収、営業利益率はマイナスの 3.6% からマイナス 6.7% と悪化いたしました。1月2月は EU5 新しい規制対応の新モデルの効果もございまして、非常に好調でございましたが、3月以降新型コロナウイルスの影響を受けまして販売台数が減少、伴って工場の操業も停止ということで減収減益となりました。営業利益変動の前年比につきましては右側のグラフでございますが、販売台数減少による規模が減少したことでマイナス16億円、本社あと欧州の工場での操業が停止したことでマイナス24億円、販売管理費等の経費を削減するというところでプラスの22億円、あと為替の影響がマイナス16億円ございまして、トータルマイナス77億円となりました。特に5月以降は欧米先進国の需要が急激に回復しておりますが、工場の操業停止、この限界利益の減少が非常に大きな影響を与えたという形でございます。次に11ページをご覧ください。新興国の二輪車事業です。左側のグラフは上期の売上高と営業利益率を示しています。新興国二輪車の売上高は2019年3800億円から2020年2599億円となりました。その売上高につきまして主要国別の変動を示したのが右のグラフでございます。インドネシアは景気の悪化に伴います販売金融の審査の厳格化というところで総需要が減少してございます。インドとフィリピンにつきましてはコロナウイルスによるロックダウンの影響、これが非常に大きくさらに長引いたというところでございます。営業利益につきましてはロックダウンの影響を受けて販売台数が減少、工場の稼働も停止したということもございまして、営業利益率は 6.1% から 0.5% に減少いたしました。12ページをご覧ください。ランドモビリティセグメントにおきます RV 事業と SPV の事業でございます。左側 RV の事業でございますが、売上高は2019年374億円から2020年335億円となりました。ロックダウン後のリベンジ消費、あるいは新しい需要、これによりまして ATV、ROV の需要が急速に回復してございますが、工場の操業停止、あとこの工場の稼働率が低下というところで前年比で ROV の販売台数が減少してございます。足元の需要はまだ非常に旺盛でございますけれども、この米国工場の稼働率がなかなか上がらないという状況がございまして、供給が不足している状況でございます。その結果として営業利益率はマイナスの 3.5% からマイナス 8.4% と悪化をしたということでございます。右側パスをはじめとする SPV の事業でございますが、新型コロナウイルスの影響による生産の遅延、あるいは営業活動の自粛等によりまして、欧州向けの E キット、あるいは日本向けの感染者、日本向けの販売台数が減少をいたしました。その結果、売上高は2019年の211億円から2020年203億円となりました。営業利益率は 16.0% から 12.6% に減少いたしてございます。自転車の需要は非常に世界中で旺盛になっているというところで、下期に向けてですね、この需要を取り込んでまいりたいと思ってございます。13ページをご覧ください。マリン事業でございます。左側のグラフは上期のマリン各商品の売上高を示しております。
2019年の1996億円から2020年1670億円となりました。これは北米におけるボートビルダーの操業停止、あるいはディーラーの休業というところで、船外機、ウォータービークル等の販売台数が減少いたしました。また第一四半期に我々がやってございました船外機の生産調整で、これに加えまして、第二四半期は本社の工場を一定期間操業停止というところで、営業利益率は 19.5% から 15.2% に減少いたしております。右側のグラフですが、これは100馬力以上の船外機の生産と販売状況の上期の実績を示した表したものです。左が2018年から19年、これは生産が出荷を上回るという状況でございましたけれども、一番右2020年につきましては生産調整を行った結果、在庫の適正化、需給バランスが取れた状態というところでございます。需要の回復に合わせて稼働率を上げ、供給力を高めてまいります。次14ページをご覧ください。ロボティクス事業でございます。中国でサーフェイスマウンターの販売台数が増加いたしましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で自動車関連、こちらの投資抑制によってモデルミックスの悪化というところで、既存事業分の売上高が2019年の323億円から2020年289億円と減少いたしてございます。全体で言いますと、YMRH の連結によりまして、374億円の増収でございます。営業利益率は 16.2% から 11.5% に低下をいたしております。ただし、YMRH、営業損失を持っている YMRH の影響を除いた既存事業の営業利益率につきましては、約 10% を維持してございます。こちら右側のグラフですが、これは当社のマウンターの販売台数を地域別に示したものです。ご覧のように中国、台湾、韓国では前年以上に回復をしてございます。一方、日本あるいは欧米、こちらは自動車関連の投資が抑制されているというところが主な原因で、回復までにですね、まだしばらく時間かかるであろうという見通しでございます。また YMRH につきましては、下期からの営業黒字を当初の計画としてございましたが、新型コロナウイルスの影響もありまして、市況の悪化というところで、黒字化は少し持ち越しというところでございます。楽観視できない状況が続きますけれども、特に中国ですね、中国の補助金あるいは需要の刺激策というところで、中国内需ですね、内需のが活発化してきているというところもございますので、これら機会をですね、確実に取り込んでまいりたいと思います。15ページをご覧ください。最後に金融事業、金融サービス事業でございます。左側のグラフは債券残高、そしてその地域別の内訳で、右側のグラフは売上高と営業利益率を表しております。債券残高は米国のプライム層向け、この金融プログラムを自前化したというところで、債券残高が拡大、2019年6月末の2928億円から2020年3624億円となりました。右側の売上高でございますが、2019年の204億円から2020年226億円と増加をいたしております。ただし利益面では貸倒引当金の増加によって減益となり、営業利益率は 1.3% に低下をいたしました。これはコロナウイルスの影響ですね、このリスクを非常に厳しめに見積もって貸倒引当金を十分に積んだということの結果でございます。次に今後の見通しについてご説明いたします。
まず主要な商品地域の当社出荷台数の見通しです。上期の実績と下期の見通しについて四半期ごとに対前年比で示したものになります。多くの地域で下期から総需要の回復を見込んでおりますが、地域により回復スピードに差があると見ております。当社販売台数も前年水準またはそれ以上を予想している地域商品がある一方、 ASEAN の回復は遅く、主力市場のインドネシアでは回復に時間がかかると見ています。また船外機については想定外のリベンジ消費により市場在庫が減っており、下期の出荷に間に合うよう生産供給の早期回復に取り組んでいる真っ最中です。その出荷台数予測に基づき2020年の業績予想をご覧のとおり変更いたします。売上高は前年比 82% の1兆3700億円、営業利益は新興国二輪車マリン事業の減少が大きく前年比 17% の200億円、営業利益率は前年比マイナス 5.4 ポイントの 1.5%、 経常利益は前年比 20% の240億円、親会社株主に帰属する当期純利益は前年757億円に対し0円へ修正いたします。配当金につきましては年間配当予想1株当たり15円とさせていただく計画でございます。なお下期の為替レートの前提および年間の為替レートの前提はご覧のとおりとなります。今回修正した業績予想につきまして2020年年間の営業利益変動要因をご説明いたします。ランドモビリティ事業につきましては先進国二輪車は前年比マイナス47億円、新興国二輪車は当社主力市場のインドネシア、フィリピンでコロナウイルス影響が長引くと見ておりマイナス450億円、RV はマイナス12億円、SPV はマイナス23億円、合わせて事業全体でマイナス531億円。マリン事業は足元で需要の回復が見られますが、季節性があることから今年度中の挽回は難しく、マイナス276億円。ロボティクス事業は引き続き厳しい市場の影響及びヤマハモーターロボティクスホールディングス連結影響もありマイナス54億円、金融サービス事業はマイナス24億円、その他はマイナス23億円、成長戦略費用は削減しプラス12億円、為替影響マイナス58億円となり2020年の営業利益の予想は200億円と見込んでおります。続きまして株主様への還元についてご説明いたします。配当につきましてはキャッシュフローの範囲内で株主還元を実施いたします。画面右側のグラフはキャッシュフローを示しております。左側の棒グラフは当期利益、償却費などのキャッシュインフローを表し、右側の棒グラフは主に設備投資、成長投資、株主還元、キャッシュアウトフローを表しております。2020年予想では業績予想の当期純利益は0円でございますが、成長投資や設備投資、これらを当初計画より削減し、一株当たり年間配当予想を15円とさせていただきます。次に中期経営計画についてご説明いたします。新型コロナウイルス感染症により事業環境が中期経営計画策定時から大きく変化したことから、2021年度中期経営計画の数値目標は取り下げさせていただきます。このような急激な環境変化の中、適切な目標設定や中期的な KPI が必要と考え、検討を進めております。一方、成長戦略と構造改革は継続して取り組み、その実現を支えるデジタルトランスフォーメーションを加速してまいります。コロナ影響は市場商品への影響が複
複雑になっており、ネガティブな影響だけでなく、ポジティブな影響が出ているところもございます。今下期から来期にかけての事業環境は見通しにくい状況ですけれども、足元では経費削減やリスクコントロール、サプライチェーンの平常化など、自社でできることを徹底し、市場変化への対応力を高めると同時に、ポジティブな側面の取り込みに取り組んでまいります。最後に、構造改革と成長戦略の全体感をご紹介いたします。コロナ禍の厳しい状況で経費削減を進めておりますが、その先に向けた取り組みについては、投入する経営資源を絞りながらも着実に進めております。まず、グローバル全体でデジタルトランスフォーメーションの取り組みを強化し、ERP の刷新に取り組むと同時に、ロックダウンで明らかになった課題であるデジタルでの顧客接点構築を急いでおります。構造改革については、グローバル生産体制の最適化を順次進めており、インド北部の工場集約が完了し、台湾工場の集約を開始いたします。欧州の生産改革についても計画通り進捗しております。また、ASEAN では次世代プラットフォームモデル投入に向けて、部品生産体制の効率化とサプライチェーンの見直しを同時に進めております。成長戦略については、新ビジネス創出、新規領域開拓を推進しております。アフリカでのモビリティサービスを事業化、日本でのスピードモビリティの合弁会社稼働など着実に進めております。これにスマート農業、医療分野を含めた4領域に絞って取り組んでまいります。これら4領域はコロナ後に必要性が増し、当社の技術で新たな価値創造ができると考えており、引き続きチャレンジしてまいります。以上で弊社からの説明を終わらせていただきます。